はい、どうも、タラタラの赤老実況パート8、やっていきます。先ほどの続きですね。ボスの、なんか、暴れん坊将軍みたいな、ちょっと暴れすぎな暴れん坊将軍と戦っていきます。コツをちょっとずつ掴みつつあるんだけど、ここで最初に卑怯だけど、連撃する。もう卑怯と関係ない。もう自己紹介中にもう、バス浴びする。で、さっき発見したんですけど、こいつ、馬乗ってる時に、紐で、お送りすることができるんです。これで、1、2発で、3発で逃げる。うまくいけば3発。で、カード。一撃。無理やった。当たらへん。なかなか当たらへん。硬い。1。硬いんだよ、これ。よし、これで1、2、3で、1、2、逃げる。すぐ逃げる。で、これ、赤のゲージが溜まってたら、よし、これぐらいの攻撃は全然いいです。チャンス。やべえな、ガード効かへんな。これを近くにしちゃいけない。よいしょ。よし。1、2、もう逃げ気でいい。逃げ気与えたらもう上出来っすよ。これ、1、2、逃げ気。あ、これ、こうなった時はもうめちゃめちゃもうラッキーチャンス。その代わり、あんまりちゃんとダメージ与えて、なおかつガードもしつつ、これ、1、2、逃げる。よっしゃ、ようできてますわ。あば、まずい。回復したいね。お、生きて。死ね。おい、戦じゃ。よし、チャンス。そうなった時に行って送ることができる。まずいな。体力ちょっと回復しときたいね。勝てるよ。そろそろ勝ちたい。1、2、逃げる。オッケー。1、2、食らってる。1、2、逃げる。下手しない。冷静に行く。これのね、タイミングが結構大変で。1、2、よし。これチャンス、チャンス。オッケー。硬い。2段階目めちゃめちゃ硬い、こいつ。2段階目どんだけだよ。あ、これやばい。これやばい。暴れん坊だなぁ。1、2、3。よし、3回はでかい。ここで3回当てれたのでかい。よし、1、2、逃げろ。 OK、 3回だけで硬いな、やっぱり。でも1、2、3の1、2、でかい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 。
でかい。油断するな。油断しちゃいけん。絶対油断するな。負ける。来い。来た。1、2、逃げる。お、いける、逃げる、逃げちゃいけん。よし。勝てる。絶対勝てる。証明する。俺が強いってこと。おい。おい。おい。ここ、これ、これで、これでちょっとまずい。調子乗るな。調子乗るな。1、2、逃げる。勝つ。あ、まずまずい。頼む、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 復活、オッケー。もう。まずいまずいまずい。落ち着け。落ち着け。俺、落ち着け。来る、来る。おい。オーマイガーネス。オーマイガッ。ファック。ああ。ファッキンシェット。はあ。ふう、タバコ吸いてー。はあ。くそ。くそ。俺こうやって油断するからできないんだよ、俺は。すぐ油断するんだから。あ、でもいけた。あ、今めっちゃ調子よかった。めっちゃ調子よかった、今。でも、いける、今の感じだよ。もう、パターンを掴んできた。うるせえ。自己紹介うるせえ。何回やるねん、お前。もう分かった、覚えたわ。まさたかね。まっちゃんね。まさやんね。1、2、3の1、2、逃げる。よいしょ。もう掴んだよ、まさやん。ワンモアタイム、ワンモアチャンスだよ。はい。よいしょ。1、2、3、逃げる。ほら。マサヤンどうした？もう怖くないよ、マサヤンのこと。もうマサヤンの行動パターン、趣味嗜好分かってるから。休日あれでしょ、サボテン鑑賞でしょ。こんな荒れ狂った性格してんのに。知ってるよ。でもそのサボテン偽物だからな。処刑。好きな食べ物あれだろ、グリーンピースご飯だろ。一緒いな、一緒いな、一緒いな。めっちゃ調子いい。よし、めっちゃ調子いい。あんまり舐めてたらやられる。あんまり舐めてられる、ほんまに。あんまり舐めてられる。ほんまにやられる。ゲージ回復。オッケー。これいったっしょ。よし。オッケー。ひょうたん2個残ってる。1回も死んでない。これ勝てるよ。まさやん。まさやん。どこ行こうとしてる、マサヤン。マサヤン危ない。マサヤン危ないね。子供の時あれ友達おらんかったやろ、お前。あまりにも攻撃力高すぎるから。え、友達おらんかったやろ。俺もや。よいしょ。よっしゃ。まずい、まずい。回復させて。即死攻撃してこないで。今よ。まず。
し、これそうなんだよ、一回死んでもいいなんてことないんだよ、これでこれからが本当の勝負だ。ませんいて、まずいません、そうなんだよ、こっからだよお前と俺の勝負は。なあフィアに行こう、フィアだよ、何事もフィアだよ。1,2,5分だよ、今んとこ5分だよ。マサヤン、まずい、危ない、マサヤンもういいだろ、もう学校生活も終わろうや、野球部みたいなさ。マサヤン、マサヤン、マサヤン、野球部もうやめて、もう終わってるから俺たちの学生生活、野球部のノリやめて、もうもういいよマサヤン、野球部やめよう。ずっと野球部やなこいつ、ほんまに社会人になっても野球部やな。早い早い、足早い、マサヤン足早い、野球部やからな。逃げる、俺はなテニス部や、陰キャや、陰キャのテニス部や。これ休憩やねんな、まずい、チャンス、マサヤンもういいだろ、マサヤン野球部は、いつまで野球部をかぶってんねん、いつまでニューヨークヤンキースかぶってんねんお前。1,2まずいな、これを見切った、もうマサヤ見切ってんねん俺、マサヤのこと見切ってるのよ、もう死んでくれよ。マサヤ強いオッケー、もうでもマサヤ見切った、アキレス腱ばっか狙ってこう、野球部の一番大事な。寒いな、ちょっと分かったよ、部室に急いでます、部室って運動場で待つみたいな、決闘みたいなあったな。勝つ、絶対勝つ、この回で絶対勝つ、8で勝つ、ここでマサヤンを自己紹介の時に、部活動紹介の時に叩く、おれよっしゃ行くぞ、こっからや。おお暴れるねマサヤン、今日のマサヤン暴れてんな、でも俺も違うか、人味俺を見せてやるよ、おら、これがね結構ガード崩しなんだよな、分かってる、1,2逃げる、1,2逃げる、今のところダメージ1回も食らってないよ、どうしたマサヤ、来た、1,2,3ゲン、
稲稲って言ってもた。よっしゃ、まさやん。部活とはどうだ、社会人になって。え、草野球チームみたいな入って。よっしゃ、暴れ回って。まさやん、21世紀やぞ。やるやんけ、まさやん。やるやんけ。来る。来た。これチャンス。まさやんチャンス。1、2、逃げる。まさやん、すごい、まさやん、すごい靴履いてんな。まさやん、すっごい靴履いてるな。来る。1、2、これゲージ回復していきたい。オッケー、まさやん終わろう。俺が好きなのは山崎まさしだけや、お前じゃない。これきついんだよな。1、2、逃げる。どうしたまさやん、これやねんな。これきついねんな。来る。1、2、まさやんお決まりのパターンね。1、2、おら、まさやんどうだ、1点取ったぞ。よっしゃ、どうだまさやん、まだまだだろ俺は。おら、1、これ絶対どこにいても当たるねんな。あぶねえまさやん、飛び道具いきなり。バットは投げるもんじゃないぞ、打つもんだぞ。よいしょ、よし、来る。2、3の1、2、まずい。勝つ、絶対勝つマサヤン。もう終わらせようマサヤン、俺たちの学生時代終わらせよう。俺は嫌いだったんだ野球部が。来た、まずい、うん、よっしゃ、まだまだこれから、まだまだぞ。1、2、おい回復させてくれや。 OK、 まずいな、部が悪い、部が悪い、すげえ部が悪い今。まさやんペースや今。ここはまずい、ここで戦うのはまずいよ。逃げよう。何にもまさやんペースで全部進める必要ない。しゃ、気合いだ。首で。まさやん終わろう。もうドラマチックだよ。展開的に。もう死んでいいよ。まずい。もうこんだけ戦ってるとね、あれなんだよ。もうパターンがやっぱり分かってくるんだよね。でも硬い。最後のまさやん硬いわ。来る。硬いし、ちょっと攻撃力上がってんだよね。
これがお前の墓場だ。逃げる。硬いでしょ皆さん。まさやん、まさやん硬いんですよ。来る。1、2、3、1、2。もうお互い後ないよ。切り返せ。邪魔だった。よっしゃ、よし、けえ、終わらせようマセヤン。今度こそ来た、ドラマチックに終わらせようぜ。あ、どうしたマサヤン、こんなもんか。うん、来た。まずい、まずいよ。油断したら負けるから。余計回復、これラッキー、これ一番ラッキーチャンスだね。よっしゃマサヤン、来るか。来た。まずい。あぶねえまさやん、あぶねえな。よっしゃ、よっしゃ、まずい、同じぐらいまずい。緊張してきた。生死をかけた戦いや。1、2。おい、もう終わるだろお前、死ね、もう死んでんだろマサヤン、もうマサヤン死んでんだろって。勝った、勝ったマサヤン、部活お疲れ様。忍殺。よっしゃマサヤン、お疲れ様。鬼仏に対処し、戦いの記憶と向き合うことで攻め力を成長できる。うん、攻め力を成長できるんや。物資に渡し仕込めば強化作戦を行える。ピタリと疲れて忍び方の忍び業をさらに研ぎ澄ますことができるだろう。あそこにあるね。はあ、よっしゃよっしゃ。攻め力の成長メニューを発見しました。戦いの記憶を消費し攻め力を成長させることができます。敵の HP と体幹に与えるダメージが、なるほど、攻め力を強化する。慎重に息づく類まれな強者との戦いの記憶、今はその何たらのみが残り、記憶は確かに狼の糧となった。マサヤンはアシナに名を轟かす輩の頭目だった。
だが一心に破れ、その強者に惚れ込み、残党ごとなんか仲間だった。攻め力を降下しました。身体能力を仏を渡り、あれだな、ああ首痛え。今日はやったよ。今日も何時間やったよ。もう結構やってるよ俺。とりあえずこれ渡しに行こうか。何やこれ、何をしてる。うちの塊、あ、種持ってないと。ふん、忍びの技の伝授、忍びの技の伝授、スキルを習得。あ、これ最初にこれ取っときゃよかったんかな。え、伝授を所有してると、その伝授のスキルを鬼仏を習得できる。スキル経験値を貯めることができる。え、なるほどね。先に言えよ。お前、先に最初から言えよ。それは。仕込んで、仕込んで。所持金アイテムが足りません。うんうん、爆薬が1個いるんだ。強化できると。スキル習得、忍び技、見切り、忍び見切りを習得する。敵の突き攻撃を見切り、体幹に大きなダメージを与える忍びの体術。忍びの身ならば突きの動きを捉え、刀を踏みつけ、そこから反撃が出る。旋風斬り、回転しながら周囲を切りつける 流派技。敵のガードの上からダメージを与える。これや、三角。これ2個いるんや。こっち欲しいね。覚えたってことか。流派座、流派座 R、 あ、 R1 をしながら、ん、 R1、 分からへん。好きじゃないんだ。見てなかった。待ってね、スキルを見たい。あ、流派座ここで入れるんだ。旋風斬り、おお、すげえ、かっこいいえ、めっちゃいいじゃん。強い強い。しゃあ、これちょっと試してみよう、最初のやつで。そして終わろう。めっちゃ疲れた。もう本当に勘弁してください皆さん。本当にもう疲れました。本当に疲れた。マサヤン強すぎ、本当に強かったけど倒せちゃうんだな。
流派切りしたいね。どこいるでしょ、ここに。強い。スキルもう一個覚えたい。はい、強い。ガードの上からでもいけるってことか。強いね。まあまあそりゃそうだよ。おい犬っころやめろ。おい犬っころ、戦いたいか俺と。あんまり何ていうのかな、やりすぎも良くないとことか。こうやって試そう。はい、やだな。で、これ習得。見切り。敵の突き攻撃を。宮より体感に大きい。ああなるほど。これなんだろう、これをもうちょっとしたらできるってことか。オッケー、それじゃあパート8終わります。ありがとう。